こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は体のケアでカイロプラクティックセンターの方に行ってきたいと思います。次男も先日バイクでこけて、ちょっと体の調子があんまりよろしくないようですので、連れて行こうと思っています。それでは2人で行ってきます。国立病院の前を通るが、あのブルーベリーよ、うん、ブルーベリーを店の前に持ってきて、うん、で店の前で管理して中期、うん、水まあまあやる行き、うん、あんまり毎日はやられんの、寝草のこそ。あ、そうなの。そりゃそうや。何日に1回やったらよ。あれはほら、土が普通の土じゃないけど、結構水分も中期 2,3 日はで言わない。あんまりやったら土が締まって酸欠になって寝草のこそ。そんなに締まるほどあれじゃないけど、まあええわ。それとホースでジャーッとやらずに、あのジョロのさ緩いやり方をせんと土が締まるけど、まあ何の野菜でも花でも。ホースで緩いかにしてシャーッとやるけど、なるだけジョロみたいなホースにつけちゃってもこう緩やかに出るのがあるろ。そう、それでやる。つけちゃう先。もちろん。ああ、それやったかも、うん、多分普通にジョロでやるがも、うん、ジョロでやるがの方が避けてるような気がするけど。ほんならそれで先やつ一応がやったらね、うんうん、帰ってちょっとそのそこを見てみて。オリーブよ、うん、オリーブも一応だいぶ復活してる、うん、枝が出よう、うん、あの芽がいらん葉っぱ全部のけて、うん、で弱っちゅうところはもう全部切ってしもうて、散髪しちゅうき、ちょっとそれも見てみて。温度が上がってきだしたら、暑くなったら、うん、あの下へなんか敷いちゃった方が、コンクリそのままよりか何を敷く、板かなんか、うん、どうしてセメントの厚温度が上がるじゃん。そんなに効果はないと思うで。あるよ、そりゃ日陰やのに。そんなに熱くならんで。西日が当たるやん。西日当たるけど、そんなに熱くならんで。そう、うん、多分それ変わらんと思う。整体も週何回ば行け。うん、整体月1回ば。あ、月1回ば。今日2回目やった。あ、そんなよけ行けせんの。行ってない。この間1回で、あの倒れたお腰の痛さは1回で治ったき。ああ、そう。昨日、一昨日か、大根の畝上げするときに、ちょっとこう、溝を広めに取っちゃったところが、そこの土を上げるとき、ちょっとお腰が痛なりかけたんで、まあ、もう一回ぐらい行っちゃってもいいかなと。でも、あんた、今日見てもらって。もうけど、だいぶ治ってきた。そう。筋肉がないがよ。多分、普通の人が100やったとしたら、俺、もともとが多分50倍しかないよ。で、さらにそれが、このバイクでこけてでカボーで歩きよったら、うん、入院したこと一緒で、うん、寝たきりやったらすっとこう歩けんなるやん。1ヶ月前寝たきりやったらよう歩かんなるやん、筋肉のうなって、うん、その中で一緒で、多分それで 2,3 日はいよったき。あれや、それを乗りたかった。そうです、松葉杖でしょと。あれ、ほんでそれで筋肉が減って、さらに減って、そう、まあ、体力もつけにゃん。体操せなかん、体操、歩くとか。そうですね、うん、ちょっと痩せすぎやし、ちょっとアルコールが過ぎてるし、うん、そうですね、うん、体は大事にせな、人は大事にしてくれんで、あんたの体も、うん、やりようがない。仕方ない。なんでよ仕方ないことないろ。自分でやろうと思ったらできることやね。なんで仕方がない、うん、せんかったらそれまで。自分の体は自分がケアせな。もとあるも、お腰が痛いとき、こう、鏡像になるけど、いかんと思って、すっと、痛くても、まっすぐ体伸ばす癖をつけるっていうね。そういうふうに、痛くても、体は、姿勢はまっすぐして、痛いのを辛抱しよったら、そのまっすぐした体で、ね、治っていくわよ。いがめた形で痛い気でやりよったら、体だんだんいがんだから体になる。
それが一番か。はい。まあ、仕方ないよ。なんでまた。仕方がないわ、ね、一番か。子供らにはルパン三世の足って呼ばれるがやけ。ほっせん。筋力つけんけよ。足踏みせんの。今日の朝から何スクワット、うん、今日の朝からしよう。あ、じゃあ今日は晴れてるのに曇ったね。そうやね、いかん忘れちゃった。何、金魚がタマコになったから。うん、そんな時はえ卵食べるの。そう、やっけ寄せないかんかよ。親とちょっと、余計じゃないけど、余計じゃないけど、ポロポロと産んじゃったき、分けないかも忘れちゃった。もう食べられてない。そんな一日では食べられんき。あ、そう。多分。普段は金魚と。帰ってられない。これから夏にかけては何、野菜何があるの。トマトとスイカとキュウリ、トマト、キュウリ、もうすぐトウモロコシとね、ナス、ナス、大根巻いたっけ、夏大根。あ、そう。あ、枝豆が、あんた枝豆食べろ。枝豆はいつできるわ。もうすぐ、もうだいぶ実が膨らんできる。あ、そう。枝豆は収穫してすっと茹でたらいいじゃん。うん、早いほどいい。うん、チンしたろ。ああ、そうやね。栄養分が抜けんけ。うん。意思はあれ、次から次へ出てくるもんなが。出るね。あれ、脳ならんが。耕したら、また下から意思が上がってくる。表面にある意思を拾う。まあ、けどそのうち脳なのか。まあ、そのうちは少なくはない。そのうち脳なのね。田んぼらないやん。田んぼも意思あるがよ、あれ。違う、そうやけど、ほら。下に沈み。重いけ。ああ、けどそんなにほら気にならないやん。あれもう何百年も、まあ何百年かわからんけど、ずっとやりゆき、昔はあったかもしれんけど。今でもあるよ。あるけどそんな余計出てこんやん。いやいや、だからお水がない時に耕したら出てくるが。まあそう。今度お水入れたら重いき土よりほら石が、うん、下へ沈むがよ。うん、どうなの。そういや、最近タヌキとか今回昨日も、あれタヌキやないかいって言って、モータルが追いかけて行って、写真撮りよった、あの、この動画撮りよった、猫やった言って。そうそう、タヌキは出てこんろ。そうやろ。夜は分からん、真っ暗になったら分からんけど、夜はね、ひょっと出てくるかもしれん。人がおるときにタヌキ来んよね。来んと思うけど。食われへん。ないか。食べるもんない。今食べるもんないけ。イノシシらやったらほら、土を自分で掘ってでも食べるろうけど。タヌキはそれほどはせんよね。身のない獣物を取って食べる。と思うけどね。さらにそんな甘いもんじゃないと食べんような気がするけど。そうやろ。美味しいもんじゃないと、ね。ネズミもおらんかい。ネズミもね。なんかこう肩とかもじゅわっとようなってきちゃうような気がする。それはこうやって動かしてもらうだけでも違う。うん、なんか絵に変わらん。はいはい、整体から帰ってきました。到着しました、はい、だいぶ体も軽うなったような気がします。しますか、はい、よかったです。はい、整体帰ってきたけどどう、腕を起こしも、うん、だいぶええような気は、まあ、痛いけどね。痛い、うん、もう痛いの、うん、もうなんかここがずれちゅう。だいぶマシなような、だいぶマシなような気はする、うん、だから詰めていったら考えておきます。はい、はい、ガレージ松園の前に置いてる観葉植物を見ていただきましょうか。これなんていうか、何点わからん。これも冬水やらんかったら全部葉っぱのようになって、うん、茎だけになっちゃったけど、うん、抜くなってきて水やり出したら復活してから、うん、これ何点やと思うけど。何点やろうか、うん、何点よ、葉っぱがほら生き返るもんやね。そうやね、うん、それでこれアロエ、アロエ
これがオリーブ。オリーブ。オリーブも全面的に枯れてましたけど、うん、細かいこういうふうに、うん、枝から葉が出だしたので完全に枯れちゃったわけじゃないと思うので、もうここも青々と新芽が出ましたので、もうちょっと上の方も出るかもしれんので、だんだんこう上に上がってきるき、うん、お水をやりよったら芽が増えるかもしれん。こちらにブルーベリーをガレージ照英におかんおかん言ったけど、結局ここに置くことになりました植え替えした時から言うとここに実が残ってるけど、だいぶ実が大きくなりました。この実のついちゃったここをね、切った方がいいらしい、うん、ハサミで。どれ？そこから。この根元から？そうそう、そこから。こうバシッと、うんうん、こうそう、うん、で、このこれも抜けちゃったらいい。ここもね、まあ、その、ここの先をバチッと切るわ。そうそう、こういうこと、うん、そう、そういうこと。あ、これも、ここらも、ね、うん、これがない方が実だけのけるかじゃなくて枝もない方がいいということなの、先っていうか。うん、それとこれうちらっかに枝があるが、これいらんがいないろうかと。いる？外に歩きあった方がいい？外に歩きあった方がいいかな、わからん。ああ、そう。じゃあここがいらんかな、うん、ここが、うん、これかい、うん、どれ、これバッサリいらん。ここで切って、ここバッサリいらん。うん、そう、うん、根性ところいらんですけど、まだ太りどっちやったら根性もあった方がいいじゃないか、ない方がいいわ。少ないと養分が、あ、そうなの、ちょっとでも広がっていくろ。じゃあ下も切っとこうか。したらいらない、うん、いらんね、そんなのは。まあ、意外ない、これで。ここもと切っちゃく、この芽がついちょったこれ、うん、実がついちょったとこ。じゃあこの下もいらんがな、これらいるかい、これ。これいる？自分がそこに枝を張らすか張らさんか。これ曲がっちょきも切っちゃおうか。うん。てやね。うん。そんなもんかね。うん。まだ大きくなってないやん、全然。うん。大きくなってない時からもう剪定しとった方がええが。あ、切りよった。カーメン君。あ、そう、こんな時から。うん。これらほら少ないやん、この木は、うん、だから混み合うっちゅうところはこんなんだ、ここで切っていいがやな、ここで。え、どこで、ここ、その上、ここ、そうそう、そこでほら、うん、それでいいがやない、うんうんうん、はい、そんなもんやね。お水かけるときもほら、ジョロの先の緩い、うん、シャワーと緩いやつね、緩いシャワーみたいな感じの、そうそうそう、そんな感じがいいと思う。暗日陰ね、朝日は当たらんけど、西日が半日は当たるね。まあ、日陰言うほど日陰はないき、うん、いいと思う。はい、はい、あとはブルーベリーが来年やろ、色がこの3つぐらいあるのが、あ、どっかここにもほら1個残ってる、あ、3つぐらいブルーベリーが残っちゅうき、ちょっと味を見て。はい、これは病気じゃない、これ何、これはん、なんか毎週やん、これ病気じゃない。いや、病気言うほどのことはない、大丈夫。まあ、伸び伸びと育ってるので、これで順調にいくと思います、うん、はいはい、以上です、はい、今日は整体へ行って親子ともどもやってもらいました。私もこの間よりは調子良さそうですねって言ってました。息子は結構ここの何股関節がかなり悪いようです、うん、腕はだいぶ動き出したようですけど、これからもちょこちょこ行って先生に見てもらうようにします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ、ちょっとアルコールが過ぎてるし、ね、体は大事にせない。仕方ない。なんでよ。いがめた形で痛い気をやりよったら、体だんだんいがんだから、体に。それが一番か。はい。まあ、仕方ないよ。なんでまた。時間忘れちゃった。何？金魚が卵を産んだから。卵食べるの？分けないから。